またですねこうしたマスクはペンツールを使うことによってですねはい自由な形にですねマスクを切るということも可能となっていますはい例えばこのあとにもう少し頂点の数を増やしたり修正したりだとかさまざまなカスタマイズなども行うことができたりします またですね、マスクの方なんですけども、こうしたマスクはですね、Adobe のイラストレーターのファイルからも実際に取り込むことができます。ちょっとこちらの方で実践してみましょう。イラストレーター立ち上げますと、はいすでにですね、文字、アウトライン化された文字とロゴなんかありますね。例えば、まずちょっとロゴなんかをやってみましょう。ここでロゴを選択しまして、コピーを選択します。はいそうしますと、この、まあ、 ベジェのデータの方がです、ね、コピーされましてアフターエフェクツの方オレンジの平面を選択してペーストをしますそうするとです、ね、このような形でマスクが、はい、今イラストレーターの曲線がマスクとしてペーストされましたそうしますとそのマスクの部分のみが見えている形になるんですけどもこういった形で取り込まれるということができます また、文字も同様ですね。文字の方もイラストレーターではい、電報字を選択しまして、ここでコピーをします。はい、えー、同様にですね、今度はアフターエフェスの辺に戻りまして、イエローの平面を選択、そしてペーストすることによって、文字がこのような形で出てきます。 はい、例えばこうした文字だとかです、ね、マスクいっぱいある場合ですとマスクのパスがちょっと邪魔になって見えにくいなといった場合にはここをオフにすることによってマスクをです、ね、非表示にすることもできますので、まあ、細かい作業などをやるときにはこういった表示・非表示を切り替えてあげると便利かもしれません。 またですね別のやり方なんですけども例えば今ここでイラストレーターのパスを取り込んだというのがあるんですがやり方としてですね例えばここでテキストツールとしてはいちょっとこれを打ち込んでみましたちょっと見にくいので色を変えますねはいこんな形でちょっと同じように持ってきます はい、今、テキストで電報字と出ているんですが選択した後にですに、ね、レイヤーからテキストからマスクを作成というのを選びますとこのテキストレイヤーに限りましては自動的にマスクを生成してくれます、はい、アウトラインですねマスクを生成してくれますので、はい、今言ったイラストレーターで取り込んだ後と同じように、えー、自動的にこういった形の文字をマスクとして作り出してくれることができるわけです